はい、こんにちは、宗光です。ついに、音が聞こえて、兵庫県北六甲カントリークラブに来ております。ちょっともう、ビッグゲスト緊張してるやん。ビッグゲスト来ていただいてます。どうぞ。やばいよ、ついに、ね、うわついに来た。通り過ぎる。やるさ、こんにちは。こんにちは、マグロの刺身です。あぼあぼ、もんちゃんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、これは関西に来た。いや、もう来ちゃいましたね。もうゴルフ系大物 YouTuber ですね。もう10万人最近いて。大変です。いや、銀の盾とかもう届いたんですか。届いてますね、これは。もうちょっと俺らもね、頑張りたいね、そこ。もうでも、これ放送される頃には行ってるんじゃない。いや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 。いや、で、僕らはもう前半回ってます。で、マイゴルフさんの、チャンネルの方で、はい、動画上がってますんで、そちらの方概要欄に貼ってます。ぜひ飛んで見てください、はい、見てくださいっていうか、もう知らない方もいないと思うんで、はい、いやいやいや、もうすみません。チェックお願いします。で、僕最近 Amazon ギフト券2期って呼ばれてる人なんで呼ばれとったよ。呼ばれとったかなんで、まあ、僕が言ってたなんで、もう今日はもう散財しようかなと、はい、おう、はいはい、もう言い方悪いです。もう今日は3ホール、はいはい、3ホール対決なんで、ハーフで3ホール対決なんで、3回戦をやります。うわ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,3 ホールずつ対決、はいはい、ワーストスコアを、まあ、例えばパーボギーだったら、はい、ボギーの方を取って、僕のスコアと対決します。で、プラスアルファ3ホールで1打ハンデいただきます。あ、ね、1アンダースタートで、はい、1アンダースタートでハーフ、あー、ごめんなさい、3ホール、3ホールずつ、はい、3ホールずつで、なるほどな、締めていきます。まあでも前半、はい、なんかそれでちょっといい感じそうやったのね、計算したとね。そうですね、そうですね。いや、ちょっともう今回は勝って、で、ほんと今回すいません、お願い事あるんですけど、何でしょうか。なんか僕はサンバイザーと、あ、これですか、はい、とキャップ、はい、もう大ファンなんで、あとなんかグッズがあれば、その3回勝負のところにこう当てていっていただく、プラス僕が勝ったら、Amazon ギフト券2期なんで、それちょっと今回なっていただいて、はい、2期に、2期の弟子、はい、視聴者さんはもうすごい喜んで、ギフトとギフトと、これ D にしましょうか。いや、使い込んで、使い込んで、落ちてるからさ、3回振り込んで。いや、じゃあ、はい、分かりました、はい、そしたら、はい、最初の3ホール、はい、僕負けたら、はい、僕らが負けたら、負けたら、はい、じゃあマーカーを、マイグルフのマーカーと、はい、マスク、マスクがあるんで、あ、いいんですか、めちゃくちゃいいマスクだ、はい、それをセットで、いやー、ありがとうございます。2回戦は、2回戦はじゃあバイザー行きましょうか。バイ、あ、バイザー、ありがとうございます。か、帽子か、帽子かバイザー、その時のノリで、はい、ノリでいきます、はい、で、最後は、最後もどっちか、はい、どっちやった、ちょっとこれ高級なんで、高級、はい、めっちゃいいね。うわ、で、僕が負けたら Amazon ギフト、ありがとうございます、はいはい、1万円ですね、を1名様に、だけ3回あるってことなんで、はいはい、今回はで、プラスアルファグッズですね、はい、マイゴルさんの、うわ、嬉しい。いやー、ちょっと僕らもこれは熱い、2期なろか、2期なろか今回はじゃあ弟子入りしていただいて、はい、もう視聴者さんにばらまいていただければと思います。 Amazon ギフト兼、グッズ2期で、グッズ2期でお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ3回戦勝負いきたいと思います、はい、お願いします。また叩かれる、勝たんとそうよ今回勝ちたいね、絶対パー5、2期お願いします。ここは、あ、フォローなのかな、フォローですか、ここ多分上光さんやったら、死ぬったら多分行くと思うんですよ。あ、2つ本当ですか、5、5、7、9はフォローでちょっと確認したら、はい、一人あれば、よし、行きます。じゃあ、はい、緊張するよね、本当緊張するよ。じゃあお願いします。お願いします。お前のんけけんやろ、オッケー、前半勝ってるんで、うん、そっちのいつもと違う自分をちょっと見てください、うん、むちゃくちゃ緊張してます。お願いします。お願いします。ダイバーで行きます。はい、本物のボンちゃんです。やばいね、
うわー出たこのドロー。ナイスセックス。ナイス。きたー。キュインキュインキュインと流してこい。バレてないバレてない。いやバレてない。福岡ではまだバレてない。福岡でも関西はみんな気づく。さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。うわ。完璧。見え。やっぱ。やっぱど真ん中やばいねこれは来た来たはいありがとうございますやばいねやばいすごい皆さんはじめましてはじめまして、マイグロと申します慣れとるなやっぱ緊張しますねちょっと多分福岡ナンバーワンチャンネルいやいやもうそうですもう、ね、福岡の皆さんですもう福岡の料理が大好きで、はい、ご飯美味しいですよ、ね、そうですね毎日僕あの豚骨ラーメン食べるんですよ豚骨っぽい色してるので、昨日こぼしちゃってあそのまま染み込んだ染み込んだそれでなんか引っかかるんですよ通りでなんかちょっと匂うな思ってうまそうな匂いすんな腹減るやろこれだよ今度腹減るもう俺ないしテロップ すごい時間かかるよテロップ入れてるかテロップいらないっす全テロップ入れてるんですよしょうもなすぎていらないっすめちゃくちゃ面白いですね僕はでもちょっともつ鍋が好きっすね本当ですかあのあと皮焼き鳥の皮ああ可愛いですね福岡って言ったらもう食事ですもんあーやっぱそうなんですね福岡は、まあ、試合以外に来られることはないですよねでもいや僕一回通りました福岡通った話してるいや行ってないちょっと待ったどこ行ったあちょっと低くなったらいけそう勝てるなリンは左だよねはい、左のあの木、そこに生えてるみたいですかあ、はいあ、今ボールが行ったところに左さんのちょっと右側の木生えてるはいあの方向向くんですあっあれでちょっと右ぐらいがいいですけど、はい、左はでもあの木ぐらいの方向行ってもはいはい大体出てくることは出てくる右の方に、斜面の方に行ったらもうそう斜面の方は結構飛んだら帯ですねあ200ぐらい飛ばないと、うん、あ、わかりましたじゃあ3番やんではい、はいこんなもん。お前ね、この、ちょっと、下の枝から、キュート。あらあちょ、なんか、いやいや、ちょっとさっきと違いますよ。すごいな、あと。ちょっと攻めます。勝負やけんね。まあそうですね。まあ、これ勝負かって。で、2番ユーティリティで。じゃあ2番ユーティリティ。はい。うん。いいでしょ。よし。もんじゃあれやな、大叩きせえへんとか、そうやな、俺らは。いや。ピンまで315ぐらい。315。はい。はい、5番アイアンで。はい。こんなフォロー珍しいな。天気悪いかな。おー、でしょ。ナイスありがとうございますいやー、ネミツさんには負けられんすねいやー、一応プロゴルファーなんでそうですねいや、あれグッズ欲しいっすねいやグッズ渡したくないな楽しみに届くんじゃんやばい、むちゃくちゃ飛んどんむちゃくちゃ飛んどむちゃくちゃ飛んどうん270から70ぐらいですはい。はい。花道ワンクッション押さえて、これは。止まらへん。うわ。これはいい。どんどん風乗るよ。あ、待ってよ。お。乗った乗ったやばいやばいえぐい
やばっ、名刺代わりも、これはやばい。ありがとうございます。やばいね、来てるこれ。ダメな、勝たない感じ。あれ、あの、悪い方っすか、悪い方っすか、悪い方っすか、はいはいはい、あの、このポンコツラーメンマンが、ポンコツラーメンマンが。これですね。どうもフォローの数で、あ、210ヤード、はい、5万円で、5万円、これ絶対取りたいね、うん、まずマスクとボールマークだけね。マスクとボールマーク、いただきますよ。はい、風強い。温度でかっ、うわっ、まずいですか。いやいや大丈夫けど、すごいな、なんかフォローすごい強い、強かったね、ちょい海外が。でも6はちょっと打てへんすね、ちょっと怖いですね、届かないですね。届いたやろね、でも6でも、うん、風強くなったな、ね、いきなり吹き出したよこれ、俺らのチャンネルになったら。前半なかったよこんな風。俺はちょっと嵐の予感がしちゃった、いろいろあれやな。やらかさんといてくださいね。いや、僕の右前危ないですね。あ、そんなあるんです。逆になんか芯食ったかなってみんな勘違いするぐらいで言おうと思って。カチン。100ヤードのシャンク振り。前半いっぱいあのアプローチはグリーン周りも苦手で教えてもらったんで、まあ、その動画もぜひ見てください。お願いします。あれどれ、あれ94 56度目、はい、はい、あれこのロケた部分や、いいナイス。あざ。なるほど。そのピン狙ったらもう難しい状況だから。ちょっと右に。右に、はい。本当は右の。お願いします。右のちょい奥ぐらいに打って、はいはい、まあウェッジなんでね。はい、はい。ほぼフルショットに近いんでこう戻せるで。ああ。なんで基本右狙いましたけど、もうフォローが強すぎてあんま上がらなかった。ああ、なるほど。上がる前に落ちた。ここのコースはそのあれですか、もうかなり回ってるんですか。そうですね、結構そのもうボンちゃんもともと所属プロしてたんで、ここで、あ、ここで、はい、で、まあ僕もあのちょっとお手伝いとかで、はいはいはい、練習とかで回らせてもらったりしてたんで、じゃあ知り尽くしてて、そうですね、いいところも悪いところも、はい、ちょっとじゃあ今回ハンデでコースも教えてもらいつつ、はい、回らせてください。もちろんです、はい、もちろんです、ありがとうございます。打った後にちょっと教えるとかも話して、あ、それじゃなくてスマイルでお願いします。スマイルで、ね、わかります。やっぱやばいね。もうちょいですね。もうちょいでね。はい。転がし系です。転がし系で。53度のウェッジでいきます。はい。うまっ。ありがとうございます。はい。あのね、もう YouTube ずっと見よったけんね、うん、で10万人やろ、もう目標でもあるけんね、うん、でゴルフはもうそれはもううまいに決まっとるすごいね、こんな機会が来るとはね、YouTube しよって不思議やねんな、24ヤードで、はい、58で、はい、うわー、おぉやっていいとそれ。じゃあこれボンちゃんにもらいました。いやーすごいな、今のはすごい気がしてきたっすね。 あれが3年半でできちゃうか。あれです、よかったな。じゃあ10年ぐらいやってるの前で、いやかっこよかったっす、今。あれです、気持ちいいね。今日は気持ちいいね。あ、抜いてるんですけど、あ、抜いてる、はい、
作戦が落ちる。やばい。まあいいか。うわ、そうよな。さすが。ナイスバーディーです。ナイスバーディー。ナイスバーディーです。そうよね。おぉ、一斉。ああ、スパッ。めっちゃ入れないゲームやってた。それ、今の怖かったわ、ちょっと。ピンないし。ボンちゃん、ピンやりが好きなの。あ、そうなんですか。よしよしよし。よしよし。ピンない瞬間、ほんまにイメージ天狗だった。よしよしよし。これもハンデね。そうですね。もう遠征していただいてるんでね。いやいや、もうありがとうございます。こっちはもう鬼地元なんで。はい。オーケー。ナイスパー。ふう。ナイスパー。よしよしよし。危ない。このパーですよ。危ない危ない。ネミスさんといえば、このパーなんですね。このパー。やばいわ。バーディーやけ。ナイスです。いやすごい。よかったです。楽楽やもんね。確かに。全然ゴルフが違う。いやっていうかやっぱ今までこう動画の中でもしか見てないやん、うん、生で見たらやっぱ違うね、うん、音とか確かにね、速さが全然ね、うん、パパーンって意外とちゃんと考えてやってるんですよ、ね、ナイスパーです。ナイスです、ね、けど今回はいやそうモンちゃんさんのモンちゃんのスコアですよ ね、 スコアをもらって、はい、ってことは僕らまだ1打負けてると、はい、あかけよ。かけよ。OK です。2パー取ってんねんな。だってボギーやん、あそこ行ったら。あそこ行って、しかも2位わざわざ持たせて、持たせて、で、球ドロップして、でもう、あ、ボギーかーってなって、よっしゃ、これでもう1打いけるなーって思ってたら、まさかのスーパーアプローチがあって、いやーほんますごかったですあれは。ペースにめちゃくちゃ乗ってた。楽な試合と思いきや、うわーなんか難しそうなコースでね、うん、300今日ねバックティーなんしかも、あそうね、ずっともう動画見よったら分かるやんみんな、もう皆さん、うん、全部俺85とかやもんねスコア最近ね、それレギュラーっていいからよ、うん、今日バックティーなんで、なんで今日こんなにいいと集中しない。これどういったコースなんですか。強力でちょっと最後右ロックで正面行きゃあるんですけど、正直ではいはい、まあ、右のあの山みたいなのが OB ゾーンなんですけど、あ、はいはいはい、全体的にちょっとティーグラウンドがちょっとだけ左足上がりで結構球が上がりやすい状況で、で、右の山の手前とかに行ってしまうともうセカンド狙えないので、で左に1個バンカーがあって、このバンカーもちょっとややこしいです、はいはい、だから僕ら1つの回るときは、ちゃんと回るときは本当にもう5番アイアンとかで刻むんですよ、バンカーにも届かない距離で刻んで残り140ぐらいを残して打っていくみたいなのが、まあ、一応僕らはい、今回僕なんですけど、はい、けど200いくかいかんかぐらいのクラブちゃいます。そうですね、わかります。こんな豪華なことないくない、うん、こんな教えてもらってね。最初にこれ普通にこれでスコア順でいいんですか。はいはい、もうスコア順でこれもハンデの打ち。はいはい、気持ちいいね。今回はでもちょっと特別編ということで、ちょっと僕は3番アイアンで、おお左のバンカーを突入の、おいしね、関西の人のサービス精神が好きやもんね。観覧車は越すなよ。奥にあるね。行きそうやもん。あかんわ。クラブ合ってないわ、じゃあ。目の玉。どう？捕まらんかった。あ、でもこれはいいな。おーピストルみたいな球やばいね。ちょっとミスです。ミスなんやね。全然わかる。いいミスですけどね。あの方向やったら別に何やろう。3番やんいきます。はい。
や4番にお心が強いし、うん、今日は相手は260です。260アンカー越したけ200、4番円で、はい、アンカー越えが200、そうですね、3番でじゃあアンカー越えに、はい、オッケー、力入っとるわ自分のチャンネルさっきと全然違うやん、やんだよ、はい、ナイス、ナイス、すげえドロー、あざす、うわナイスです、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 さすがです、すごいっす、いや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 全然です。いや、あと聞きたいこといっぱいあるんですけど、まあゴルフもそうなんですけど、はい、10万人行くまでに、はい、なんかぶつかったりしなかったですか。いやー、でも結構ありそうですね、なんかまあまあ、小さいぶつかりはいっぱいありますけどね。あ、まあでもやっぱり、そうですね、まあ、ね、いろいろ大変なんで、やっぱり、そんなね、なんか YouTuber って結構、なんか華やかに見えるじゃないですか。見えますよね。でも意外とやっぱ厳しいところもあるし。そうですよね。いや、もうずっと見てるから、もう、俺らもね、なんかぶつかるしね、最近ね。そうそう、やべえ。まあ、それはこう、チャンネルを良くしようとしてもね、あれなんで。そういうのはあった方がいいです、ね、逆にね、ためへん方が。10万人ってもう相当大台やもんね。すごいことやけど、ね、もう行くじゃない、行くじゃない、いやいや、まあ行けないですよ。最近足踏みずっとしてるんですよ。行ってるんちゃいます、もうこれ流れてる。いやいやいやそれが流れたら行けるよ。なんか怪しいね。1から20で、あのマンホールエッジの100になります。すごい、いや不豪快、本当に。いや、それも今回もその関西に来て、うん、来る前、本当にもう何日か前に、はい、その DM でこうやり取りさせてもらって、うん、急遽明日、さしみさんも試合、2日間試合があるんで、そんな中で、そんな中で、なんか予感がしたんですよ。いやなんか予感がして、ちょっとこの日はちょっと1分けとこうかなと、うわー、ゆっくりしようかなって思ってたら、すいません、ありがとうございます。もうそんな中よ、そんな中ね、すげえ。そういうことになります。朝も早くなって7時半ぐらいスタートです。そういうことになりますね。なんか言わせたんです。ありがとうございます。 132P で、はい、チームで今日は悪いみたいになってます。僕は全然強かったんですよね。持っていいよ。よし、ありがとうございます。これ奥外すと、はい、かなり難しい。あ、浅いとかじゃなくて、もう結構砲台、砲台で、で、まあ奥も OB でキックして、はい、まあ OB は多分行かないと思う。正体やから行かないと思うんですけどね。意外と手前からちょっと転がる、転がるんです。フォローやし、フォローなんで、はいはい、行けたら114、どうしよう。ここでも奥行くのも嫌ですね、今の聞いたね。うん、ここまでめちゃめちゃ奥でもないから、はいはい、ここも突っ込む、うん、ちょっともう114、いつも通り、はい、51で、はい、ナイス。あ、すいません、ありがとうございます。いいよ、すいません、綺麗に打ちますね。全国のアマチュアゴルファー、はい、もう絶対 YouTube 見よう人、もう絶対知っとるやん。そう、逆にさ、もう回っとうって考えて、俺緊張するねって、うん、そこを分かってほしい、うん、今回は。あ、そうね、もうプレゼント取れんでも、そこはちょっと許してほしい。今言っただけやん。
知らんすからね。いやいや、知ってもう10万人ですから、10万人。100万人ぐらいいってほしいね。花があるね、やっぱ。ねえ、やっぱね。99ヤードです。はい。53度の。はい。はい、おはようございます。おはようございます。あの、今日のこの風難しいわ。止めなあかんしな。風吹いてきたな、うん、前半は結構穏やかです。はいはいはい。福岡もちょっとゴルフ盛り上がってますから。いや、盛り上がってますよ、本当にもう。いいですね。はい、なんかね、YouTube やってよかったよね、ほんとね。いっぱい話しかけてもらえるし。いや、でもそれこそ盛り上げたいいんじゃないですか。いや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 、めちゃくちゃ嬉しい。そうかもしれないですね。照れてますね、照れてますなんて言ったらいいんやろみたいな。ちょっとバーディーでよ。前半の見てほしい。あのロングパットが入ったやもだけだけだけ全部良かったよ。前半もでも面白かったですよね。いや、面白かったです、本当に面白かった。もういつもの俺じゃないけど、あんな嘘みたいな、あんなうまいね。パターで、もう行く。うわナイス。あの切り替えがうちのチャンネルのあれだったな。うわーってやってからの周りより本人が一番落ち着いてる。ナイスパーです。パー必須やね、もう、うん、入れたらよくないもん、ね、お願いします。入れようか、入れましょう。他のチャンネルであんまやめてたから、ね、俺らの方ではなんかもうそういうキャラしてみたらあれやけど、なんか初めて見ると確かにマナー悪いなーって。いや、確かに、ね、初めて見る人いないっすよ、絶対。いつものキャラで。うお、ですです、はい、です、です。アホになって今日は。え？今日ダメ。あ、今日アウトね。ダメね。イベントマスイネル見ない。よし。おい。ナイス。ナイス。ナイス。まあ、いやらしいよな。動画では短く多分見えると思うんですけど、意外と距離あるっすよね。 あ、 そうですね。あのラインちょっと微妙やもんな。微妙やね。あのこのグリーンの真横はぐらいしか僕がよく分からない。九州はゴルフコース回られることはあんまりないんですか？関西の方ばっかりです、普段。やっぱりそうですね、試合があったら、はい、まあ、僕はまだちょっと現役でやってるんで、あ、はいはい、試合があったら、まあ、行ったりしてるんですけど、はいはい、本ちゃんは多分ゴルフって言ったらもう撮影以外ないんですか？ないんですか？撮影以外してないんですか今？してない。もう話聞いてたら、そう、5、6年前ぐらいにも現役は引退して。そうですね。今そのゴルフの練習とかは？練習もしない。行かないですか？撮影の時に。撮影だけでのみ。プライベートのゴルフもないんです。ないです。すごい。なくてこのクオリティ。すごいっすね。その、もうなんか、センスの塊。一回できるようになったらもうずっとできるもんなんです、ゴルフって。どうなんすかね。まあ、僕はでも現役の時よりはスイングめちゃくちゃ変えましたけどね。あー。現役みたいにやっぱ打てないですよね、練習してない。打てなくなっちゃいましたけど。
ケアがめっちゃ好きなんですよ。ケアが好きなんですか。ケアめっちゃ好きです。いや難しいね。俺はでなんかグリーンがめっちゃ良くないですか。高麗グリーン、高麗やけど硬くて速いから、はい、なるほど。キーパーがめっちゃいいがいいんですか。オーストラリアのやつかな。あいいんですね。 あれがもうアマチュアからしたらねもう難しすぎて、うん、絶対スコア出ない。難しいですよね。ハンバーで引いたまでいきます。はい、これラストですね。10、11、12。あ、そう、うん、やばい、1らかってます。そうね。僕だろう。あー、これはまあまあ、おお、まあまあいいでしょう。ちょっとこれ362ヤード。362。もうずっと上りで左ドッグ。ドライバーで上げてるからバンカー越えるか越えへんか微妙なところ。うわ、左ドッグ苦手やもんね。バンカー右端か、まあ、はい、ちょっと右ぐらいのライン打てたら最高。あ、今日はいただきます。はい、やばい、ダウン、やばい、ガンティ、ガンティいた、ゴーイ、ガンティさん、ゴーイ、明らか男の声、男の声で俺ではなかったから、ちょっと行ってきます、はい、ガンティ、俺、あの子私のせいにしよう。うわあ、やばい、バンカーやなこれ。うな、いやでも俺らこれバンカーやな。ちょっと暫定球いってきます。はい、これでもブレイクさんが持つ時はあったらやばい。もう緊急、結構やばい。なかったらやばいよね。うん、絶対ちょっともう一投、ここはちょっと、オッケー、はい、しょう。これ今日上げ強いな、これ。うわ、風やばい。なんでこんな吹いてきたんだ。はい、球目がね。荒れてますね。あんなに無風やった。無風やったしね。明日はほんまになんか吹いてるか吹いてないかマジわからない。ほんま吹き出したよ、もう。もう待ってほしいね。これあるかないかだいぶでかい。これ違うよ。うん、でもやっぱアゲンストはやっぱどうしてもやっぱ勝手に力入るんでね。ああ。はい、低くとかはその覚えていった方がいいんですか。すいません、ちょっとかぶせていや、でもそのやっぱこれからずっとやっていってレベルアップしていくんやったら、うん、やっぱり打ててた方が、それをずっと使うっていうよりかは、うん、打ちたい時にはやっぱ打ててた方がいいと思います。あんま使いすぎるとね、うん、使いすぎも良くないですけど、やっぱスイングがやっぱどうしてもちょっとずれてくるんで、やりすぎると。なるほど。だからなんか対策として、はい、持っといたら、そこぞっていう時に引き出しとして持っといたら、結構そのこれとかも、まあ、アゲンストで、まあ、そこまで別に飛ばさなくてもいいんで、うん、まあ、コース内置いとけばってなってくると、はいはい、まあ、OB が一番もったいないじゃないですか。そうですね、ミラーを損しちゃうから、うやったらやっぱり対策でとりあえずコース内に置いとくと思ったら、なるほど、やっぱスコア の, その平均値がどんどん上がっていくんで、低い球、ええこと言うてんな。いやいや、贅沢やないか。チャンネル伸びるな。こっち勉強なるね、ほんと。はい、ありがとうございます。残念ながらちょっと一瞬期待しましたね。あー、なんだ、8番アイアンで141ヤード、はい、うわ、うわ、入ってきた、マジやばいよ、マジか。あざ取れてなかったやろ、あの取れてなかったやろ、あざこれアップするんで、あざが取れないですね、いつも。アップして引いてやらないからね。最近みんなハマっててアップに。僕のこれ4を撮ってる。うちのチャンネルもアップ撮りながらあんま映ってない。撮ってこうやるよ。すげえ綺麗に入ってたら、
正直なんですけど、僕らのチャンネルより気合い入れてます。いや気合い入ってた。だ今までで一番気合い入ってた。はい。うわ、やばいこの球。これはない。うわ、うわ、え？カサって言われた？カサって言った？カシャン？カシャンって言った？カコーンって。前半の俺や。8番、8番もあれちょっと見てほしいですね。うん、全然寄ってなかった。ユウスケ。アゲンストで、めちゃくちゃアゲンスト強いんですよ。はい。これでここまで来るのはなかなか。ありがとうございます。やってもらいました。やってもらいました。でもインパクトがやっぱ強いからですね。うわっす。嬉しいね。道具も当てるんじゃないですか。ありがとうございます。押します、押します。強そうやね、パンチね。うん。絶対下半身ね。おぉ、何だよ。前半と全然違うね。気楽になる。105ヤード。はい。51度で。はい。やばい、大使やばい、やばいやばい、取ってます、これやばいぞ。そっか、OB したけん同点やった場合どうしたの。やったけん大使よ。なんでよ。いや、マジマジ。いつもそうしてるの。同点だったら大使がアマゾンギフトくん。えー、そう、はい、今んとこないんですけどないけど、いつもギリギリよね。お願いします、それは。めちゃくちゃ取ってる側からしたらめっちゃハラハラだよ。めっちゃハラハラしかも今言うた時、本気で嫌がってた。これちょっと待って、ダンボやったら一打もらっとうけん。やばいね。負けるね。負けるね。もうこれバーディーパー来るやろね。わー。いやー、OB たいね、やっぱ。アプローチ。っていうかもう、入れに行かないかやろ、これも。そうだね。うん。詰めよ。もう8で。はい。うまー。切れ、切れね、切れね。いやー、ナイス。ありがとうございます。うわー。ナイス。これ負けちゃうもしかして。入ったらでも大使やった。そうか。僕らめっちゃ調子いいんで。すいません、抜かしていただきます。チャンネル的に。はい。急に。曲がるか。うわうわ、行く。うわ。わい。入っとった今これやばい、やばー、毛だけ映ってます。あの顔を映しちゃうね。来たね。うわー、気合いがちゃうな今日は。もうやばいよ、なんか。うわうわうわ、うわうまい。やばいね、これ。やられたね。そりゃそっか。やられたね、これ。これが10万人の力やね。これも消化パッてね。はい。オーケー。すごいね。ナイスバーディーです。ありがとうございます。ワーストスコアでバーディーってすごいな。バーディーバーディー。バーディーバーディーか。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。惨敗です。惨敗です。やられました。ほんま、OB だけですもんね。そう、それ以外は素晴らしいから。素晴らしい。これ、頑張ってさっきのホール、パーでも、もう同点。はい、はい、はい。ということで、じゃあ今回は、僕が Amazon ギフト券2期にさせていただきます。2期拍手が起こり。もう、もし、万が一、うん、同点だったら大使でしょ。わかりました。ね。はい。ずっと同点がいいですね。わざとするのはダメ、わざと。わざとやめてください。っていう感じで、第1回戦目はこれで締めて、次ちょっと切り替えて、またマイナス1から始めさせていただきますので、はいはい、次の動画もぜひチェックしてください。で、前半の様子は、概要欄に貼ってますので、ぜひ、マイゴルフさん、チャンネル登録して見てください。よろしくお願いします。ちょ、もう切り替えていくね。はい、お願いします。今回、次は、バイザー。これか、これ、どっちかですね。あ、
これはイチゴちょっと来てる、うん、ボンちゃんのボンなんですけど、ボンちゃんのボンで真ん中がイチゴになってます。はい、甘おう。イチゴ農家、イチゴ農家されてる、イチゴ農家。この説明もあの前回動画にあるんで、はい、見てください。この動画がいいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、では次回の動画でよろしくお願いします。ありがとうございます。Set the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Babble if they try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to witness. You try to aim for the top like this, and you're in your element with a fire like this. Man, when you fall in the ring, you miss. Yeah, 次元が違ったね。確かに。